1911年のマードック・ウィリアム・マクマスター、マードックはイギリスの航海士、客船タイタニック号に、自席一等航海士として乗船しており、同船の沈没事故により命を落とした。1873年2月28日、スコットランドダルビーテに、商船船長、サミュエル・マードックとその妻、ジェニーの息子として生まれる。15歳の時の1887年に、 ダルビーティ高校を卒業し、バークのチャールズ・コーツワース号で働くようになった。チャールズ・コーツワース号でアメリカや南米などに航海した。1892年にチャールズ・コーツワース号の仕事を辞めた後、10月12日に二等航海士資格の試験に合格。1893年には、父が船長を務めるフルリクドシップの一気家号に二等航海士として勤務した。 同戦でヨーロッパや南アフリカのケープタウン、南米などを公開した。1895年3月23日には一等公開士資格の試験に合格し、バークのセントカスバート号に一等公開士として勤務。ついで1896年9月28日に特別船長資格の試験に合格し、1897年4月からバークのリドゲート号で勤務し、 同戦で中国にも公開した。1899年にホワイトスターライン社に入社した。はじめオーストラリア航路に勤務し、メディック号の4等公開し、1901年からルーニック号の2等公開しとなる。ルーニック号勤務中の1903年2月12日にニュージーランドで教師をしていたエイダフローレンスバンクスと出会い、彼女と遠距離恋愛を始めた。 1903年から大西洋航路に転属となり、アラビック号の二等航海士、1904年にはセルティック号の二等航海士、後に一等航海士となった。さらにゲルマニック号の一等航海士、オーシャニック号の二等航海士などを経て、1907年にはアドリアティック号の一等航海士に就任した。1907年9月2日にサウサンプトンで、 A だと結婚した。オリンピック号。左から一等公開士、マードック、公開市長、ジョセフ・エバンズ、四等公開士、デイビッド・アレグザンダー、スミス船長1911年5月23日には、オリンピック号の一等公開士に任じられた。1912年3月、タイタニック号乗務を命じられる。マードックは当初公開市長だったが、 大型船舶の航海市長の経験がないことをスミス船長に憂慮され、オリンピック号の航海市長だったヘンリー・ティングル。ワイルドがこの船での航海市長として、急遽転属することになり、マードックは一等航海士に降格された。タイタニックのブリッジの指揮は、スミス船長、ワイルド公開市長、マードック一等航海士、ライトラー二等航海士の4人の上級士官たちが交代制で取った。 1912年4月14日午後11時40分にタイタニックが氷山に衝突した際にはマードックが到着だった。衝突直前、氷山を発見したマストの見張りからの電話で正面に氷山との報告を受けた録答を公開し、ジェームズ・ポール・ムーディはすぐにマードックに対してその言葉を繰り返して報告した。マードックはダイ員ロバート・ヒッチェンスに ハード、エースターボードと指示。さらに機関室用信号機を使って、両エンジンに全速更新の指示を出した。結果、氷山への正面衝突は免れたものの、船体右転と氷山が接触した。マードックはすぐに、ボイラー室と機関室の防水壁を閉じるスイッチを押し、ブリッジへ戻ってきたスミス船長に状況を報告した。その後、 トマス・アンドリューズの船出でタイタニックが沈没するであろう旨の状況説明を受けたスミス船長は4月15日に入った午前0時5分頃に救命ボートの準備をするよう指示を出しマードックは乗客を集める準備にかかったさらに午後0時20分スミス船長はマードックを運縁ボート2等公開しライトラーを左舷ボート担当に任じたまたスミス船長は 不助子優先を命じていたが、この命令をライトラーは徹底したのに対し、マードックは緩やかに適応した。例えば主人と離れたがらない婦人などの場合、マードックは座席に余裕があれば、夫と一緒に乗ることを許可することが多かった。それによって余計な遅れをなくそうという考えからだった。ライトラーによれば、マードックは2時15分頃、 折りたたみ式の英語ボードを吊り柱に取り付けようと悪戦苦闘していたところ船首が沈んで船尾が上がるにつれてボートデッキを上がってくる水に飲み込まれて命を落としたという彼の遺体は発見されなかった39歳没1997年の映画タイタニックはマードックがワイロを受け取った挙句乗客を射殺した殺人者かのように描いたためその家族や やるべき市民から批判を集めた。1998年に20世紀フォックスの副社長、スコット・ニーソンが、マードックの80歳の老いのところへ出向いて、謝罪を行っている。ただし、彼の自殺説が多いため、口述するようにタイタニックに関する映画では、彼が自殺するシーンがよく使われる。ライトラーは、 この自殺説をマードックの妻であるエーダ代生還した他の公開師たちの署名付きの手紙をで否定したが、その後ライトラーは実際には公開師が自殺したのを知っていたことを余生で認めているが、誰かは言っていなかった。おそらくライトラーはその公開師の自殺行為自体を隠蔽したかったのではないかと考えられる。ありがとうございます。